さて、2023年7月29日ということで、クイーンステークスとアイビスサマーダッシュの前日の予習をやりながらですね、まあ、鷲津小田くん応援、それから勝負レースということで、はい、クイーンステークスは黒三角2番ウィンピクシスと10番伊豆城の奇跡で迷っていますと、アイビスサマーダッシュはかなり絞っています。これは最後にやります。それからですね、今日は小田くん勝てるんじゃないかなと思って期待をしていますということです。ちょっといつもと違うパソコンを使用しておりますので、まあ使い勝手が違うだとか、編集していた今までの図形みたいなの使えませんので、シンプルにいきますけれども、はい、まずは新潟です。新潟は1日目、開幕1日目ですから、まあですね、前回のデータを見ていますけれども、2位がだいぶ低い状態ということ、それから4位が目立っておりますということで、ここもう20丸でいいんじゃないですかね。2位4位で勝負できる人は勝負していただいて大丈夫かと思います。配分をですね、うまくやれば、まあ取れるんじゃないかと。で、単幅は4位です。これはですね、黒三角ということで、狙えるレース、怪しいレースを買えばいいかなというスタンスです。それからですね、札幌の方、こちらはですね、まあ3日目になりました。1位から3位すべてマイナスですけれども、帰結気味ですから、まあ平均ということですね。それから4位がこちらも低いですと。2日間見ていますけれども、2回1回っていう風にしか来ていませんから、まあ3、4回は来てほしいというところでしょうか。8位も、だいぶ来ていない扱いです。やはり2回ぐらいは来てほしいですねという感じです。なのでワイド、これ三角です。4位8位を狙いますけれども、これは縦目になる可能性ありますから、まあ余裕ある人があだ狙いでどうぞというスタンス。それから単幅は引き続き札幌もしくは函館が得意な芝校舎、2位4位ですね。このパターンでいかがでしょうかということです。はい、それではですね、今日は重賞ありませんから、はい、コタ君見ていきたいと思いますけれども、今日はですね、まあ人気の方はですね、かなり上位ですよね。しかし、なんでしょうね、記者の人たちが見る目があるというか、気づかれたのではないかと思います。かなりコンピ上位の馬になっております。そこで、今日はまずここコタ君の応援のところでは2つです。札幌4レース、これ自身度 E にしました。ですね、3番のピュアマークス、これ1位です、コンピ。はい、記者たち気づき始めましたかね。で、物差しで言ったら上ですよと。相手が相当弱してますから、変えるんじゃないかということで、まあ、この3番の応援馬券、それからワイド1.3点。それから札幌6レース、これ自身度 F にしましたけれども、これも5番の赤座、コンピ2位なんですよね。物差し的に言えば、まあ、これ、三つどもえだと思いますから、逃げれば勝てるし、まあ、3着以内に来るんじゃないですかね、ということで5番とワイドは5-11を買いましたということです。引き続いて勝負レースなんですけれども、まず新潟7レースからいきます。これ自身度いいです。20-15番ウィンアイオライト、これコンピ2ですね。まあコンピはですね、2を狙いたいというところではあります。初ブリンカーでデムーロ、もう勝ちに来てるんじゃないかと思います。まあ惜しい、着順ですからね、今回こそは勝ちに来ていると思っています。むしろ勝たないとやばいですよね、この頃の未勝利の馬っていうのはね、っていうことですから、まあ勝ってください。はい、単幅15番、普通に買えます。ワイドは13、15、17のこの3頭ボックスでいかがですかねという感じ。それからだいぶ飛びますけれども、新潟の11レースメインですね。こちら自身度 F です。20-16番アドマイヤハダル、これコンピ1位ですけれども、まあ今回はかなり相手が弱化してまして、相手なりのタイプでなければまあ完勝と書きました。まあもしかしてですね、またゴール前ちょっと足りず2着3着になる可能性はまああるのかなということで、これあれですね、まあ前回の新しく出したものがあるんですけれども、私軽油買います。少なくても2日に1回は買います。で、今日ちょっと確認ですね。で、軽油
田辺が丸にしている、丸にしているというのは圧倒的な軸なんですね、はい、ただ私はここは勝てると思っているので、まあ様子見て変えますけどね、ただ自身で F にしましたからねっていうことです。ワイドは4、10、13、10です。ここはちょっと穴場形を狙って、おりますけれども、硬い決着になるかもしれません。引き続いて札幌の12レースです。はい、これ自身で F にしましたけれども、黒三角7番ネミラカミーラです。黒三角用です。オッズ的には今のところ、まあ、黒三角でいいと思うんですけれども、これコンビ2位なんですよね。はい、でここはトタ君、再登場です。だから本当はトタ君のっていうところで3つやってみるだったんですけど、ここちょっと勝負レースにしたいと思いました。はい、ですね、まあ 1000m ですよね。で、まあ今日は 1000m 乗る機会多いですけれども、まあ前回5位ですけれども叩いて、上向くんじゃないかと思って、おります。単幅7番の様子見て、買ってください。まあ状況ですね、これは。まあ F ですから無理しないで、はい、ワイドは2、6、7、10、この4頭の6点買いでいかがでしょうかということですね。はい、それから新潟最終ですけれども、これは自信度 E です。はい、20-3番のダンシングニードルです。これも1位です。内枠とはいえ開幕週 1000m ですから、まあ外じゃないと外じゃないとって言いますけれども、まあ今週に限って言えば、まあうちでも大丈夫じゃないかと思います。はい、持ち時計が違うんですよ。で今回3キロ減で絶対的に有利です。はい、なので、まあ単幅3番を普通に買います。それからワイド3、5の1点で、まあ、いいかなと思います。前走の 1000m2 着3着の馬ということです。なんか今日はあんまりちょっと穴狙おうかと思ったんですけども、まあ無難に行くんじゃないですかね。なぜかっていうと、開幕週はスピードがある馬が勝つんですよ。はい、新潟も内だ外だなんていうのは、まあ今週に関してはあまりないと思いますから、まあスピードがある前々で行ける、まあ、内側でもいいと思いますということで、ちょっとこういう回答です。まあ来週以降また変わると思いますけど、はい、天気はちょっとまたそれも変わるし、はい、勝負レースはここまでです。ということで、日曜日の重賞です。で、まあ今日新聞買ったということで、今までの簡単バージョンじゃなくて、まあ、複雑バージョンにします。今後ですね、ちょっと土曜日がまあ忙しいとか、ちょっと新聞買わないっていう時は、今までのシンプルバージョンである程度予習をする、もしくは予習もできない場合もあります。ただ今日は一通り、まあ先週やったので、じゃあ実際にということで、やっております。で、過去4日間の部分は土曜日のレースによって変わりますから、はい、そこのところはご了承くださいということで、今のところ全てを数値化しております。はい、調教のところは出ていません。それから過去4日間は変わる可能性がありますということで、仮に今出しておりますけれども、はい、20丸はコンピ2位です。これルビーカサブランカでした。まあ、確かに前走の、函館記念ですね、私買わないときますね。じゃあ今回買うと来ないんじゃないかっていう不安もありますけれども、この馬やっぱり汚し馬だとか、ちょっと深いところの方がいいんですかね。分けありのところよりもこういったところがいけるんであれば20丸です。で丸が1番のコスタボニータか7番のズーラ、これ数値明日によって変わります。それから黒三角ですけれども、2番のウィンピクシスと10番伊豆城の奇跡、これどっちとも明日の結果によっては変わるかと思いますから、まあこの5頭の中で変わるかどうかじゃないかなって気がします。数値が変わればあれですけどね。あとは11以下の情報があればそれを狙うかもしれません。それからアイビス様ラッシュの方ですけども、ここかなり今のところ絞れてるんですよね。はい、まあ多点数で買っても勝負しづらい可能性もありますから、こっちは絞るかもしれないですね。これ、はい、20丸がですね、これ今ときめきですね。10番圧倒的に高いですよね。まあ調教の点数が、まあ過去4日間のところでだいぶ4位が来て下がる可能性はありますけれども、それでもノーマークではなさそうですよね。今のところ20丸です。で丸にしてるのが、まあ、17番のシンシティです。
これ叩き2戦目で初ブリンカーが不気味と書きました。見てみたら初ブリンカーなんですよね。これ7歳馬ですよね。まあ勝ちに来てるんじゃないかと思われます。まあ、あとは黒三角で2番のロードベイリーフになっております。これですね、あの経由の渡辺さん、こちらだいぶいいマークをつけているんですね。二重丸なんですよね。だからこういう時、あの私が黒三角つけて臭くないっていう風になりがちです。ただ私そこまで来るかなって思うと、だから本当に穴で一発って感じだと思います。実績で言うんであれば確かに進出かな、あるいはときめきが3着以内だったら来るような気がしますね。とこちらも開幕週ですから、まあ、あの1枠である必要はありませんということです。この辺に関して言えば数値が多少変わりますけれども、今言ったあのそれぞれの馬は ある程度中心になると思います。二重丸が突然消えるということはありません。あの黒三角も消えないと思います。はい、ただ単独をどう買うか、あるいは自信度が変わってきます。あとワイドは何点にしようかななんていうところ、これは明日じっくり考える時間があればあれですし、あんまりなければそのまま数値から見て、まあ、今日のバットを出していきたいと思いますということです。はい、ちょっとこれで中率が上がるか、まあ、見ていただければと思います。まあ、まずは土曜日ですよね。はい、頑張っていきましょうということです。はい、今日はここまでです。ありがとうございます。